おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。霊から始める YouTube シリーズやっていきたいと思います。今回は、ゲームと視力についてを勉強していくのぜ。昔から、ゲームばっかりしてると目が悪くなるって言われてたわね。そのあたりの原因や予防法も考えていけたらなのぜ。興味深いわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、なぜ視力が低下するかについて考えていこう。理由については、あんまり知らないわね。目の構造は、カメラの構造に似ているのぜ。映像を映すということでは、役割は同じだもんね。カメラは、シャッターボタンが押された瞬間に、光がレンズを一瞬で通過し、フィルムや撮像素子に像を焼き付ける。目の場合も同じように、瞳から入った光がレンズに相当する角膜と水晶体を通過し、網膜に像を結ぶ。この像は網膜で感じ、その信号が脳へ伝わることで、見たもの、を認識することになるのぜ。目の構造を知ってて、カメラができたような感じね。カメラで写真を撮るときはしっかり撮れるように、対象物に合わせて絞りやピントを調節する。あれ苦手なのよね。この調整の行為は、目で物を見るときも行われている。カメラが被写体の距離に合わせてピントを調整するように、目も対象物に合わせて、網様体を伸縮させ、水晶体の厚みを変形させ調節している。私たちは、意識しなくてもピント合わせをしているのね。一般的に目が悪くなる、というのは、網様体がうまく動かないことで、見たものがぼやけることになる。ピントが合わずに、ぼやけてしまうのね。もちろん、病気や老化、目の形自体の変化によっても、目が見えにくくなるが、この動画では、割愛する。今回はこのピントが合わないことに、集中するのね。変調を感じる人は、眼科への受診をお願いするのぜ。網様体がうまく働かなくなる人には共通点があり、目を酷使、緊張させている人になるな。やっぱりゲームとの関連性はある感じね。網様体は筋肉なので、疲れや緊張状態が繰り返し続くと、うまく働かなくなってしまうのぜ。特に、近くを見るとき、網様体は収縮し、緊張状態になるのぜ。スマホでのゲームも、長時間していると悪影響がありそうね。仕事でパソコンをよく使う人も注意が必要だな。他にも要因はあるの？液晶の光やストレスでも目を疲れやすくしてしまうな。今の時代だとパソコンもスマホも仕事やプライベートで必須だけど、何か対策はあるの？簡単に実践できるものを紹介するのぜ。よろしくお願いするわ。まずは、目の周りの血行を良くすることだな。目の疲れ、酷使で引き起こされる視力の低下は、目の周りの血行を良くすることで解消できる。具体的にはどうすればいいの？目の周りは蒸しタオルで温める方法がいいな。タオルを少し濡らして電子レンジで1分ぐらいだな。蒸気のアイマスクなんかも市販されているから、それも良さそうね。効果はあくまでも一時的なものだけど、継続をすることで、視力の低下の進行を防止できる効果も期待できるのぜ。あとは、スマホのアプリでも目のトレーニングを行えるものがあるのぜ。スマホのアプリとかなら、通勤、通学時間や隙間時間でやりやすいわね。栄養も大事なのぜ。確か、ブルーベリーがいいって聞いたことがあるわよ。ブルーベリーにはアントシアニンという物質が豊富に含まれてそれが目にいいという話だが。話だが。アントシアニンは、網膜にピントが合っていない状態を改善するというものではない。そうだったのね。基本的に視力低下を改善することのできる魔法の食べ物はない。ただ、ビタミンを筆頭にバランスよく栄養を摂ることで、心身の健康を保つことが目にも良いのぜ。野菜やお肉、お魚とバランスよく食べないといけないわね。あとは、暗いところでスマホなどの液晶を見ないことだな。寝る前なんかは、どうしても暗い中で見てしまうことがあるわね。暗いところで目を使うことは、目に負担が大きいからな。眼精疲労というか、これはできるだけ避けるのぜ。気をつけたいと思います。姿勢も重要になるのぜ。どうしてなの？ゲームやパソコン作業などだと、前かがみの姿勢になることが多いな。基本そんな姿勢になっているわね。体勢の悪いままずっと同じ姿勢を続けていると、呼吸が浅くなる。そんなこと、意識したことないわね。体に酸素が足りないと目の水晶体の新陳代謝が衰えてしまうのぜ。背筋を伸ばして、ゲームをした方がいいのね。難しいとは思うが、意識することと長時間になるときは、ちゃんと休憩を挟むのぜ。猫背だと、血行も悪くなるので、網様体を緊張させてしまう。そんなすぐには姿勢は変えられないと思うけど。
猫背になってるなと思った時に、背筋を伸ばすことを繰り返すことで、徐々に姿勢は改善できる。できるだけ、意識するようにするわ。ブルーライトカットメガネも有効よね。ゲームやパソコンをするときはしているわよ。スマホやパソコンの液晶から出るブルーライトが、目に悪いということで10年ほど前から発売されているが、今年4月に、日本眼科医会によると、ブルーライトカットに眼性疲労軽減効果はない。むしろ悪影響。という発表がされたのぜ。そうだったのね。要点としては、液晶のブルーライトは、曇天や窓越しの自然光よりも少ない。子供にとって太陽光は、心身の発育に好影響を与える大切なもの、ブルーライトカットすることは発育に悪影響。最新の試験で、ブルーライトカットには眼性疲労を軽減する効果が全くない。ということになるのぜ。今まで、騙されてたということなのね。就寝前なら、ブルーライトで体内時計が狂ってしまうので、一定の効果はあるのぜ。基本的に、日中ならつける必要がないということね。日本眼科医会によると、それよりスマホやパソコンを見る時間を減らした方がいいと言っているな。おしゃれなものも増えていて、よく使ってたけど寝る前だけにするわ。ヒット商品だったからな。普段メガネをかけない人にも普及していたので、今後どうなるかだな。情報もちゃんとアップデートしないといけないわね。特に医学の情報は、間違ったままだと体に悪影響があるからな。ちゃんとアンテナを張っていきたいのぜ。メガネ女子になるときは、伊達メガネを使うことにします。それはお任せするのぜ。では、まとめといくのぜ。ゲームをやりすぎると、目は悪くなってしまう。これは昔から言われているが、目が疲れてしまうのでその通りなのぜ。でも、予防する対策はある。基本的に、規則正しい食生活、長時間ゲームやパソコンを見るなら定期的に休憩を挟んで、目の負担を減らす。ストレスをためずに、姿勢を正して、暗いところでは液晶を見ないようにする。ブルーライトカットメガネは、眼性疲労には効果がない。でも、寝る前とかなら体内時計を保つために、一定の効果があると言われている。まあ、こんなところだな。仕事でもプライベートでも液晶付けの人も多いから、気をつけていきましょう。健康的に楽しいゲームライフにしたいのぜ。いかがだったでしょうか。今回は、ゲームと視力について考えてきたのぜ。ゲームをするときは、定期的に休憩を挟むことが大事よね。夏休みで、長時間してしまうことも多いけど注意していきたいのぜ。このシリーズは、水、日曜日に更新しておりますので、よかったら次回もよろしくお願いします。よろしくなんだぜ。